レイダリオの名言集。私は起業家であり、投資家であり、それには多くの手ひどい間違いが伴います。それで私はたくさんの手痛い間違いをして、次第に間違えるということについての考え方が変わり始めました。ゴールを決め問題を認識し、原因を探り、それを対処するためのデザイン、システムを作って遂行する。人生はこの繰り返しで、これを続けると前に進める。ゴールに向かっている途中、必ず失敗や問題に直面する。あなたの中には二人のあなたがいるんです。感情的なあなたと知的なあなたです。自分の意見が正しいという根拠は、その視点のシフトはまるで今まで一次元だったものが複数次元で見えるようになるようなもの。皆それぞれ脳の使い方が違う。子供の頃から私は丸暗記が大の苦手。私は自分と意見を異にする優秀な人たちを探し、彼らの視点を理解し、私の考えをストレステストしてもらおうと考えました。優秀な投資家であるためには世間一般の考えに反してかけ正解しなければなりません。世間一般の考えと逆にかけて正解するのは難しいものです。市場と逆にかけかつ正解しなければならないのは、世の中の考えが株価に織り込まれているためです。自分は正しいと思うのではなくて、なぜ正しいと思うかを考えるようになった。この動画が良かったら、チャンネル登録と高評価をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。